き分けを挟んで2連敗中というスワローズ。1番の松原レフト前ヒット、ノーアウトランナー1塁です。ランナースタート、坂本がうまく低めのボールを拾い上げていきました。さあ松原3塁へ、セーフです。2ボール2ストライク。丸の当たり、さあどうだ、ライトに上がって先制のスリーランホームラン。2試合連発になります、第22号。今日勝てばクライマックスシリーズ進出、その切符をつかみ取ることができるジャイアンツが丸のスリーランホームランで先制です。タイガースは3連勝しても追いつかないということになります。中田の当たり、レフト線フェアです。一塁ランナーの岡本は二塁へ、そして二塁を待って三塁へ、中田は二塁へ向かいます。右方向ライト前ヒット、岡本が帰ってきて二塁ランナーの中田は三塁でストップです。お姉ちゃんがいるとものすごく安心できる存在だったんです。丸の当たり、右中間を抜けていきます。丸は一塁を回って二塁へ。寂しい気持ちもありますが、まだ試合もありますし、この今度丸の当たりセンターへ伸びていく、伸びていって伸びていってフェンスに当たった。丸は一塁を回って二塁へ、二塁も回ったところでストップです。ノーアウトランナー二塁。この打ちに行く時のこのバットのこの位置ですね、はい、さあライトに上がった、ライトに上がっている、打球が伸びて伸びて入りました。今日2本目のホームラン、第23号、田口から放ちました。今日4打数4安打2ホーマー。さあ丸の調子が上がってきました。どうでしょう、五十嵐さんも中継ぎをやられていて、このシーズン終盤というのはこう、まあ、気持ちもある中で、あっとここはセンター塩見ボール落としました。前に出てきて飛び込む、5年目27歳、1・2塁間抜けていきました。追加点ジャイアンツ、若林も帰ってきまして2点追加です。これで9対1。